子猫の地位が始まるよ。都会の公園って綺麗ね。綺麗なだけよ。早い者勝ちだよ。ずるい。うご、今日も平和だ。カジカジ。遊ぼう遊ぼう。今日は何日か遊ぼう。すっごく大きな公園なんだよ。へえ、楽しみ。行こう。うん。ここだよ。うご。すっごいちっちゃい。え、ちっちゃい？うごっと。見慣れない顔だな。ユイって言うんだよ。あ、ヒグマ猫だ。あなた、チーの友達？うん。この子、ボス猫だね。ほら。ジュリちゃん、大丈夫？大丈夫、大丈夫。匂いを嗅いでる。怪しい匂いじゃないでしょ。うりゃ、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 うりゃ。はっ、うちゅー、かわされたか。また後でね、ヒグマ猫。行こう。あ、うん。黒いの、大丈夫？ああ、大丈夫だ。うちの牧場ほどじゃないけど、この公園にも動物がいっぱいだね。じゃあ、この子から始めようか。え？何を？怖くないからね。どれどれ。ジュリちゃん、アイス、何を。チーム、ジュイと遊ぼう。チー、次はちょっと見せてね。にゃ、おいしい。どれどれ。にゃ、にゃお。あれ、この子お腹の調子が悪いかも。そんなことまでわかるの。これでオッケー。にゃー。そっか、ジュリちゃんは猫の体調をチェックしてたんだね。そうだよ。ジュイ、チーも遊ぶ。チー、遊ぼう。にゃー。ヨヘも行こう。うん。うご、なるほど、やるな。さすがエミでしょ。ジュリ、あんまりはしゃがないの。ジュリちゃん、どうやったら猫と仲良くなれるの？そんなの簡単だよ。教えてあげる。よっと。これ、猫じゃらしだよ。猫じゃらし？はい。猫にね、猫じゃらしを獲物だと思わせるんだよ。ふぅー。こうやって、ネズミみたいにちょろちょろ動かしたり、バッタみたいにぴょんぴょん跳ねさせたり。はぁー、獲物だー。それ、にゃー。
騒がしいね。それ。ミキおばさん。すごい、猫だらけ。あ、綺麗な猫。うん？ディーバだ。美しい。あのディーバが公園に来るなんて珍しいね。綺麗な猫。あんた、気安く近づくのはおやめ。あいつ、ディーバまで。何よ。ジュリちゃん、大丈夫？え、ジュリちゃん？大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫だからね。うん、さ、おいで。よしよし、にゃん。なんと、ディーバまで。ジュリちゃん、すごい。にゃん。まさかね、あのディーバが。何の用だ。カチ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 、僕が何をする。どれどれ、やっぱりよっと、なんかおかしいと思ってたんだ。これでみんなと一緒に遊べるよ。あいつ気づいてたのか。じゃーん、スペシャル猫じゃらし。それそれ。わそれそれ。それほ。ゴー。姿初めて見たよ。すごい。よしよし。キム来て来て。私もお願いしようかしら。私も。俺も。おいらも。俺たちも。うわすごい。もうみんなしょうがないな。楽しかったね。うん、ジュリちゃんはすごいね。猫たちはみんなジュリちゃんが大好きだよ。でもチーは傭兵のことがもっと大好きだよ。ほんと？うん。お姉ちゃん、うん、またいつでも来て来て。ちぃ、ジュリちゃんとお別れだよ。にゃん。ちぃ、一緒に北海道に来る？にゃん。なんて冗談冗談。にゃん。じゃあね、ちぃ。